三味線の合奏を上手に演奏するコツ。こんにちは。先日催し物で合奏でですね演奏する機会がございました。どういうふうにしたら上手に合奏ができるのでしょうか。そのコツを本日はお話しいたします。合奏を上手にするポイントを3つお話しします。1つ目、三味線の音の高さを揃える。合奏をするときに音の高さがバラバラだとどんなに一生懸命弾いても揃って聞こえません。まずは音の高さをきちんと合わせましょう。2つ目、音を出すタイミングを揃える。同じタイミングで音を出すときにはタイミングを揃えることがきれいに聞こえるコツです。タイミングを揃えるときに大切なのはバチの上げ下げのタイミングを合わせることです。よくある初心者さんのうまくいかないパターンというのがありまして、それはですね、音を出すタイミングだけを合わせようとするとなかなか上手にいきません。その理由はですね、三味線の音を出す準備のをする段階のタイミングが間違っているからというケースが多いからです。三味線の音のタイミングをきちんと合わせるためにはまずバチを上げるタイミングから合わせることに気をつけてみるとうまくいくことが多いですよ。3つ目は音を聞くということです。音を聞くというのはご自分と一緒に演奏する人の相手の音を聞くという意味と、自分自身の出している音を聞くのと両方とも含まれます。初めの頃はですね、演奏するのにいっぱいいっぱいになってしまって、なかなか周りの音を聞いたり、弾いては自分の音を聞くというのは難しいものです。ですが自分の出している音をきちんと聞いたり、あるいは相手の出す音をきちんと聞けたりすると、実はより一層合奏がしやすくなります。例えば相手の音を受けて音を出す、またはそうね、音程が違っててもこうタイミングが同じであったりとか、ヒントがあったりとか、いろいろ三味線のメロディーの中には合奏しやすいポイントというのが含まれているんですね。そのポイントをつかむためにまず聞く耳を持っていないとポイントを知ることができないんです。なのでぜひですね、特に合奏するときには自分の出している音も、そして周りの人が出している音も聞いてみるようにしてみてください。そうすると合奏のしやすさがすごく変わると思います。見える世界が全然変わってきます。今日は三味線の合奏を上手にするポイントについてお話をいたしました。そう、三味線合奏できるとすごく楽しいんですね。ですのであなたも機会がありましたらぜひぜひ合奏にもチャレンジしてみてください。はい、三味線に役立つ情報は三味線メール通信からもお届けしております。ぜひご購読ください。またお目にかかりましょう。